はい、ではね、オーリーに関する質問をもらってて、一つずつ説明していこうかなと思います。まず今回説明するのがテールの踏み方っていうか弾き方がうまくそのタイミングがわからないっていうことで、ちょっと細かく説明しようと思います。で、まず、まあ、オーリースタンス。もう、散々言ってるんだけど、前足、後ろ足。で、後ろ足を置く場所は、この、ビストビス。前側と後ろ側。こっちじゃなくね。こっちの前と後ろの、こっから直線の線をテールにこうやってビーって引いたところの、叩くように。で、その理由っていうのは、板を蹴った時に、曲がらないようにする、まっすぐ蹴るようにするためにここを蹴る意識をします。で、テールがうまく叩けませんっていうことだったんだけど、よくその叩けてない、踏んじゃってるって俺よく表現するんだけど、地面を踏んでしまってるっていうのは、まあ実際デッキを挟んで足が地面についちゃってこういう風に、で実際オーリーの時のテール、後ろ足の使い方っていうのはデッキを下に叩きつけるイメージ。自分の足でこう踏むんじゃなく、ここのここに足はね、飛ぶ前は乗ってるわけで、ここのこの足の位置から自分が飛ぶようで、その蹴った時のこの反動の時にはもう足離れちゃってていいから、そうすると板がこうパンって当たった時に勝手にこうやって弾くじゃん。でもここで足邪魔しちゃうと板が跳ねるの遅くなる。なんでテールを叩くときは地面を踏むんじゃなく、ここの時までに足を離す。もうこう蹴った瞬間には足は上にもう上げるっていうか、デッキに触れてないイメージで、ここでパンって弾くから板がこうやって上がってくるから、なので
叩く前、地面を踏むってね、こういう俺の中では意識だから、こっから飛ぶんじゃなく、デッキの上で飛ぶようにすると、まあ、最初こう、ね、板が下に下がりやすいかなと思います。で、それの、練習方法。最初は、まず、まあ、ガードレールだったり、なんか、バーだったり、捕まって、しっかりとテールを叩くイメージ。で、その時に地面を踏む、こう、ベタって踏むんじゃなく、もう最初テール叩けなくてもいいから、とりあえず、デッキの上で自分だけ飛んで、で、板がこう、反発する、こう、叩いたら、パンってこの戻ってくるっていう、感覚をつかむ練習。最初やってたらこうやって、最後まで叩けなくて、こうやってなっちゃうことが、こういうこと。あったりすると思うんだけど、もう何度も何度もやって感覚掴んでもらうしか実際はないんだけども、あんまりこう叩こうってしすぎちゃうと逆に踏んじゃうことの方が多いかなと思うんで、まあほんのね少しの違いなんだけど、ここでもう足首のスナップでデッキを下に叩く。結局人間ね、普通にジャンプするときつま先でね、普通に平らなところで板も何もなしに自分が飛ぶって時ってね、足だけで飛ぶと思うか、足で飛ぶときってこうつま先叩くと思うから、こういう風にね、靴で言ったらこういう風に飛ぶと思うんだよね、つま先でこうって飛ばないっしょ、なかなかこうつま先を最後につま先でピュンってこう蹴ってあげる。この時にもすぐ足首のスナップは使ってるから、それをここでも一緒でピュンッフーッていうイメージだね。これをデッキをこう地面に叩こうってしちゃうと、多分力がグッてなってこの時に自分が飛ぼうと飛んじゃうから、足がすごい離れちゃったりデッキが上がってこなかったりっていう現象につながるので、まずそれを感覚つかむために、まあ、ガードレールなりちょっと高いものに手つかまって最初感覚をつかむようにするといいと思います。で、慣れてきたら、今度は、何も補助なしで、フラットで止まった状態から、やるといいかな、と思います。ということで今回は、まあ、まずこのテールの叩き方、タイミングがうまく叩けないっていう人の、まあ本当一番いい練習方法は物に捕まってやるのが一番いいと思うので、まずそこから感覚をつかむといいかなと
思います。